ルスダンは、グルジア王国の女王、女王タマルとオセットビトダビトソスランとの間に生まれた。兄に、グルジア王ギオルギ四世がいる。モンゴルのルーシ進行と同じ頃、モンゴル軍の一部は南下して、グルジア王国に進行した。ルスダンの2位ギオルギ四世は、すぐさま第5回十字軍への支援を取りやめ、国を挙げての抵抗を始めた。1221年、グルジア王国は、 ジェベとシュベティを主力とするモンゴル軍2万の攻撃を受け、敗退した。ギオルギ四ンは3度戦って3度敗れたが、これはキリスト教文明に属する地域が、モンゴル軍からの猛攻を受けた最初であった。グルジアは、モンゴルの軍事力には対抗できず、ギオルギ四ンは、初戦で重傷を負い、1222年に31歳で、亡くなった。ルスダンは、 その後王位を継承したが、彼女には国政の経験がなく、国自体も遊牧民を追い出すには弱すぎた。モンゴルがコーカサス山脈の北イサルと一旦征服された後、インドに逃れたホラズムシャー朝のジャラアルティーン、メングベルディーが中央アジアに帰還し、1225年以降、アゼルバイジャンとグルジア王国への遠征に乗り出し、1226年、 王国の首都トビリシは海人に返し、占領された。なお、この時、ジャラール・ティーンは、イスラム世界の防衛者を称している。1236年、ジョチのコバトによるヨーロッパ遠征が始まった。チョルマカン率いるモンゴル軍が再び、グルジアに侵攻し、ルスダンは、グルジア西部への避難を余儀なくされた。東部で抵抗を続ける貴族の多くは滅ぼされ、 残った者はモンゴルに侵入死具税を支払った。モンゴル軍はスラミ山脈を越えなかったため、グルジア西部の被害は少なく、ルスダンはようやく危機を脱した。その後、ルスダンはローマ教皇グレゴリウス九世に支援を求めたが、失敗し、1243年、モンゴル軍3万が常駐する中グルジアはモンゴルに併合され、その俗領となった。1245年、 女王ルスダンの老いにあたるダビド七世が女王に対し老いを自分に委ねるよう要求したが、ルスダンは息子のダビド六世を老い後継者として認めるようモンゴル帝国に働きかけた。ルスダンはこの年死去している。ありがとうございます。